どうしてあなたってそうなの？ん？あなた、私と結婚するとき約束したじゃない。ああ、じゃあなぜ？だから、それは…それは何？いや、だから…あの時私と交わした約束は嘘だったのね。いや、嘘なんかじゃ…ないっていうの？じゃあなんであなたそんなに醜く太ってしまったわけ？どうして？いや、だって、これは僕の体質なんだから仕方ないじゃん。体質？ あなたって本当にどうしようもない人ね。私はあの日のスマートで将来有望なあなたと結婚したんだって、トドのようなあなたの妻になれと言った覚えなんかないわ。トド？ええ、そうかい。だったら僕にも言い分があるぞ。何よ。僕だってね、君が昔は男だったってことを知っていたら結婚なんてするもんか。ひどーい。そりゃ骨湯なんて、あー、やっぱり私は騙されてたんだわ。騙したのはどっちだ。もうあなたとなんかやってらんないわ。即離婚しましょう。言わねえ、これは約束よ。本当か。本当です。とも、こぎゃん侮辱ば受けてまであんたとなんか。やったー。なんばしよっとね、一人で。起きちゃった。起きれない。起こして。よし、早速書いてくれ。はい。 なんだよ。離婚届だよ。僕のところはもう書いてあるし、ハンコも押してあるから。いやー、もうこの日をどれだけ待ち望んだことか。あ、さあ早く書いて。いやよ。え、私書かないわ。だって今約束したろ。あの女ね、そうでしょ。はい。この浮気者が、私は絶対別れるなんかやらんけんね。ちょっと待て、もう俺がいつ浮気なんか。